はい、おはようございます。釣り子 TV です。ジャッカルのですね、新しいワーム一袋買ってきてみましたよ。その名もですね、猫シュリンプっていうことで、猫リグプラスエビシルエットが詰めたビッグバスを攻略ということで売ってましたので、価格はですね、765円ということで、765っていうことでね、数字並んでますけども、これでね、カラーがなんだっけな、これな、脱皮シュリンプっていうカラー買ってきてみましたね。どんな感じのワームなのかなって、あんまり事前情報を調べずにですね、ああなんだろうこれ、猫リグ用かと思ってね、気になって、買ってきてみました。じゃあまず、ね、早速ちょっと開けてみたいと思う。裏にね、こうね、使い方の説明なんかも書いてあるんですよね。まあまあ開けていきます。どんな感じかな、匂いとかもね気になりますけどね。猫シュリンプ開封。うわ、結構臭いですね。なんだ、シュリンプ系の匂いかな。すごい匂い強烈ですね。で、これね、最初からこのなんだ、ちょっと出してみます。こんなね、猫リグ用の多分ね、ゴムがついてるんですね。で、1本入って出して。あー、こういう感じか。はい、猫シュリンプ出てきました。ね、手長エビ風でもありですね。この手が長くて、で、ツートンカラーで、でね、お腹側にちょっと気になるくぼみが2箇所あったりして、で、尻尾は針が刺しやすいようにこんな形状ですね。あれ、なんか河村光太郎さんのところになんか似たような感じのねやつありましたけど、あれね、なんか最近どうなんですかね、あのシュリンプ系っていうのが一つなんか来てるんですかね。ちょっとわかんないですけど、まあシュリンプ系っていうことで、でこれはまあ猫シュリンプっていうだけあって、あの猫リグに特化したワームなのかななんていうふうに思いますけども、手長エビを意識した形状で猫リグでの使用に主眼を開発された新たなアプローチのアイテム、またジグヘッドリグ、ライトテキサスリグでの使用も抜群のパフォーマンスを発揮する、汎用性も特徴の一つです。細長いアームや足がまるで生きているかのようなエビ振動を発生、さらに超ソフトボディが大きな水押しでその存在をアピール、ライブリーなフォルムとアクションで日本全国のフィールドで食わせの切り札としてご使用いただけます。まあ猫リグプラスエビシルエットっていうことなんですけど、猫リグ以外にね、ジグヘッドリグやライトテキサスリグでも、いいよというところと、あとね、この裏にすごい細かくですね、垂直フォール刺したいときはここに針を刺してください、スライドフォール刺して、見たいときはここに刺してくださいとかですね、すごい細かく親切に位置の、様子が書いてあってですね、でこの付属のオーリングをセンターの溝っていうことで、ここっすね、ここにね、ここに今人差し指が刺してるあたりに溝があるんです、このね、溝、この溝にこのリングをセットして猫リグで使う場合ね、そんでそこにかけてくださいねっていうことで、でそのちょっと真う一番後ろか、そのちょっと上かね、この刺すところによってなんだろう、フォールの塩梅が変わりますよっていうことと、あとはね、ジグヘッドリグもしくはライトテキサスなんかで使うときは、ここのね、ここからカットしてこんな感じのところから使うと具合がいいよというね、こういった風になっているみたいです。まあ、じゃあ早速で、これもうパッケージ、あの外から見てる時からちょっと気になってたんですけどね、こういったものが最初からついているんで、これねつけてみたいと思います。専用のリングがついてるんですよね。こんな感じのサイズ感ですね。スポッ、あー、このね溝に来ると気持ちよくね、パッって
感じでね、ちゃんと位置がセットされて、でここで、マス針をつけてちぎれづらくね、使うことができますよという感じになってますね。ちょっと自分こういうのね絶対なくしちゃうんで、これ3個つけとこうかな。ライトテキサスとかで使う場合もあるから、まあ、全部にはつけないんですけども、とりあえず3個ぐらいにつけてポッとね、ついて、あ、これねいいですね。なんかね気持ちいいですよ。なんかね、まあ、専用にねテストも繰り返されて作られてるんですけど、当たり前なんですけど、こうねスルスルスルポッてねこれ入ってね、これ気持ちいいですね。まあ3本にしときましょうか。で3本で全部で6本入ってるんで、じゃあね3つをですね、猫リグ用にちょっと最初から装備させて、で3つはあのライトテキサスとか直リグで使う時用に何にもつけない状態。もうね、あ、毛じゃないな、手がはみ出しますね。でこういうのを絶対なくしちゃうんで、一応この中に戻しとこう。同じような径のねワームだったら他のワームにもね使えるかもしれませんのでね、このリングはちょっと大切に保管しつつ、はい、あ、でちょっとそうだ、重さね、単体での重さね、まあノーシンカーでも使ったりするのかな、どうかな、まあでもね単体でどんぐらいかちょっと重さ測っときますね。ジャッカルの猫シュリンプ、ちょっと手がはみ出しちゃった。猫シュリンプは結構ね、目に見えてもこう塩がいっぱい入ってるなって雰囲気見えるんで、ちょっと、最初から重めですねって言ったらちょっと下がりました。 8.4g、 はい、 8.4g なんで、なんだったらこのまんまねノーシンカーなんかでもいけちゃうんじゃないかなって。このね手がものすごい、まあドライブしそうなね、ちょっとメーカー違いますけど、ドライブしてくれそうなこのねソフトな手とかがね、いろんなパーツがついてますんでね、ノーシンカーでもいけるんじゃないかなというところと、まあでもねコリグで使ってねっていうような名前がついてるんで、ただまあ何でも使えるよってこういうことみたいですね。まあとりあえずね1袋買ったんで6匹入ってるんで、ちょっとねいろんな感じで使ってみようかななんていうふうに思いますんでね、ちょっと釣れたらまた実況動画の方で、猫シュリンプで釣れたよみたいな動画作れればいいななんて思うんですけど、このねこういうのに入ってる、でこういうのに入ってるで、入れるときにどっかちぎれたりしない、はい、ね、こんな感じで、でこれもねなくさないように同じ袋に入れときますよ、はい、というわけでこんな感じね。ジャッカルのね新しい、まあ猫リグ用ね、結構エビ食いパターンって本当ありますからね、あの霞水系なんかでも岸際見てるとね、なんかちっちゃい、僕もちょっと小さいんですけどね、エビがペペペペペってね逃げてね食われていたり、あとはあの手長エビってだいたい釣るのが5月6月ぐらいですかね、これぐらいのサイズから始まって、で9月の夏の終わりぐらいまでハゼとかに食われずに生き残っている手長エビね、秋前の大型に育っちゃってるんですね。こんぐらいのサイズにね手長エビね大きく育つんで、だからまあ今7月8月と超えて、まあ9月ぐらいとかね、みんな本当手長エビこんなサイズになるんで、バスなんかはね多分大好物なはずなんで、そういったエビ食いバスがいっぱいそうだなというタイミングとか、あと三重バスとかねリザーバーとかで見ていても、こうなんだろう、ベイトフィッシュ追ってる時は明らかに上向いてるんですよね。ところがたまにあのサイトで見えバスやっていても、そこを注目してるバスなんかもねいる時があるんですね。そういうやつらはね得てしてあのゴリとかね、もしくはエビね食って
ってる場合が多いんで、なんか下やったら注目してるなーなんていう時はこういうののチャンスタイムになるんじゃないかななんていう風に、期待しております。まあとりあえずね、新しいんでまだバスもあんまり見慣れてないと思うんで、最初ね反応はすこぶるいいんじゃないかななんていう風に思うんで、しばらくですねいろんなリーグで試してみたいと思います。というわけで本日の釣りこう TV はジャッカルから新しく出たですね猫リグ用のワーム、猫シュリンプ、これを買ってきてみたよと、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。